バーレーン、点が取れづらくプレーに走る。これだから本戦に出れねえんだよ、と痛烈批判。マジかよ、バーレーン代表クソ雑魚なのに反則しかできねえのかよ。久保と遠藤が切れてるの初めて見たわ。相当やばかったんだな。伊東純也守ってくれてありがとう。チームメイト最高だわ。カニバサミって何だよ、プロレスかよ、サッカーじゃねえだろ。これ退場どころか出場停止レベルだろ。 FIFA は何してんだ。日本代表強すぎて嫉妬されてんのか。情けねえな。伊東純也大丈夫かよ、怪我なくてよかった。審判の判定甘すぎだろ、こんなの見逃していいのかよ。久保が切れてる姿見て胸熱になったわ。頼もしすぎる。これがアジアサッカーの現実か。レベル低すぎだろ。遠藤も怒ってんのか。珍しいな、相当ヤバかったんだな。カニバサミってどういう反則だよ、詳しく知りたいわ。バーレーン謝罪しろよ、こんなプレーありえねえだろ。これ退場にならなかったのかよ、審判の目腐ってんのか。伊東純也に怪我させたら日本のファン怒り狂うぞ。アジア予選クソゲーすぎだろ、こんなんばっかりか。バーレーンの監督は何してんだよ、こんなプレー教えてんのか。遠藤が切れてるの珍しすぎて逆に怖いわ。伊東純也の足壊す気か。久保と遠藤が切れてる時点でどれだけヤバいかわかるわ。これ退場にならないなら審判買収されてんじゃねえの。バーレーン代表の選手、二度と代表に選ばれんなよ。アジア予選でこんなんばっかだと日本代表かわいそうだわ。遠藤も凝ってるってことは相当ヤバいプレーだったんだな。バーレーンの選手、サッカーやめろよ、格闘技始めろ。これがワールドカップ予選かよ、レベル低すぎだろ。久保と遠藤が切れてる姿見て日本代表の絆を感じたわ。バーレーン代表5-0で負けてるのに反則しかできねえのかよ。アジア予選困難ばっかだと日本代表疲弊しちゃうな。どうあがいても勝てないからラフプレーに走るのはロタ。国家斉唱ブーイング、レーザー、カニバサミ、そんなことしてもサッカーは上手くなりません。これだから本戦に出れねえんだよ。